長には、この、俺がいる、絶妙で独特な雰囲気を醸し出す探偵が。探偵はバーにいる、札幌、すすきの、探偵はいつものように、手のバーで、相棒兼運転手の高田と酒を飲み、オセロに興じていた。そこへ、近藤京子と名乗る女から電話がかかる。探偵は簡単な依頼だと思い引き受けたが、その直後に拉致され、雪に埋められ、半殺しの目に遭ってしまう。そこに再び近藤京子から電話が、その依頼をしぶしぶこなし、自力での降伏に動き出した探偵と高田は、次第に事態の核心に触れていく。その過程で浮かび上がる沙織という謎の美女と、大物実業家、霧島の存在、そして、探偵は4つの殺人事件にぶつかる。あらすじ。フィルマークスより引用。映画の詳細情報はこちらなのだ。シリーズが3作品まであり、人気の高い作品なのだ。ミステリーでもあるが、コメディとアクションの要素があり魅力的。ウプ主は劇中の雰囲気とキャラクターが好きなのだ。探偵はハードボイルドなのさ。この映画の感想はコメント欄で募集中。ネタバレを見たくない人はコメント欄に注意なのだ。